リンカーン軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は34,273人であり、2000年の32,080人から6.8%増加した。軍庁所在地はチャンドラー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。リンカーン軍はオクラホマシティ大都市圏に属している。 オクラホマ州の人口重心が軍内スパークスの街中にある。現在のリーンカーン軍を含む地域では王政時族インディアンが狩猟を行っていたが、1825年の条約でその土地をアメリカ合衆国政府に譲渡した。合衆国政府は、その後クリーク族とセミノール族をアメリカ合衆国南東部から移住させて、この地域に入らせた。 南北戦争後の1866年、これらの部族は戦中にアメリカ連合国に味方していたので、レコンストラクション政策でこれらの土地を諦めさせられた。合衆国政府は、その後サックフォックス族、ポタワトミー族、キカプー族及びアイオワ族にこの土地を使わせた。1870年、サックフォックス族の機関が、現在のリンカーン軍東に設立され、 この地域では初めての開拓地になった。1890年、ジェローム委員会が地域の部族と交渉し、キカプー族を除いて土地の割り当てに合意した。インディアンの土地は部族員の個々に割り当てられ、余った分は1891年のランドラッシュで白人開拓者に解放された。前もって、軍庁所在地に指定されていたチャンドラーの町では、その年後半に、 別のランドラッシュが行われた。リンカーン軍が組織され、当初は英軍と呼ばれた。1895年、キカプー族が土地の割り当てに合意し、1895年のランドラッシュで、残りの土地が白人開拓者に割り当てられた。リンカーン軍住民は、エイブラハム・リンカーン大統領を称いて軍命にすることを選んで、他の候補としては、サック フォックスやスプリンガーがあった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は966平方マイルで、あり、このうち陸地958平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は0.82%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1905年の林間軍ズ、現在は内調。 郵便局、鉄道も入っている。ありがとうございます。